おはようございます。そう、教育実習 C の授業があるのでそれに行ってみたいと思います。はい、おはよう。まず最初に前回の授業の際、前が見にくいとか事情があったら言ってください。皆さんの教育実習ですね、実習校の報酬です。主体の中に行くのが 17%、 2割弱って感じですかね。あとは7割弱の人があります。3割ぐらいの人がありません。それから3つ目かな、一人一人と関係が密になると思うので、特別支援番号が多いです。41人中今からは学習支援室に行って論文の添削を取りに行きます。ちょっと分かりにくいと思って、例えばどんな成果があるか、ということをちょっと一つでも言った方がいいと思います。学生と思うんだったら社会生活、社会生活、主体的な趣味、アクセル、主体的。ありがとうございました。また来ます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はこの後の予定は、今日は今から模試があるので模試に行きます。頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。